えー、りさちゃん、まいちゃん、こんばんは。こんばんは。えー、りさちゃんが出演している、ハロプロオーデの番組、毎回楽しみにし見ています。りさちゃんのダンス、最高でした。<laughs> 皆さんは、オーディションや緊張した思い出などありますかということで、これ、ちょっともまに、ほんにね。はい。私、過去最大級の黒歴史だと思う。<laughs> ってぐらい。はい。 すま、まあ、いちゃん、まだ見てないでそうなんです、まだ見てないんですよ。見なくていい。読みます本当ね、これ本当にカントリーのメンバーにだけめちゃくちゃ見てほしくない。<laughs> ってレベルで、<laughs> はい。あの、ま、これ、あの、初公開映像だったわけ。うん、だから私も初めて客観的に見て、はい、うん。だから、当時の、 自分はね、一生懸命踊ってた印象しかなかったから、は、うん。から見てこんな話してたら分かってくらい、ひどくて、<laughs> はい、ねあのー、途中にね、で、踊ってる最中にマイクのコードに引っかかっちゃうんだけど、うん、<laughs> そんな記憶すっごいあるのね<ー>。一生懸命ダンス踊ってるのに、あ、引っかかっちゃった、これで落ちちゃうかなって、すごいね。なか <laughs> で焦ってた思い出はあるわけ。あな,な,なんか、あ確かにやっぱ、引っかかしたんだなって思ったりとかしたんだけど、まあとにかく私にとってあれは、 <laughs> もう本当に恥ずかしい映像なのね。で、まあ今絶賛落ち込んでる最中なんですけど、放送、はい、されたばっかだから、はい、今日ね、はい、今日だよ、はい、今あの、このラジオの収録に向かう途中で、はい、動物の森をポチポチやってたね。そう <laughs> やったね。<laughs> で、ね、やってたら、突然、道枝さ,さんから LINE が来て、<え>で、ね、あの私ね、道枝さんの、 ラインは3分後以降に開く決めてるの。もうすぐ、すごく人くっついたこの人って思われるのも嫌だなと思って3分は見てるんだけど、あろうことかその一生懸命釣り合ってたからさ、あ開いちゃったわけよ、私。表示ボタンを。あほど。開いちゃったどうしようと思って、文章を見たらね、あ、山木ちゃんオーディションの番組見たよ。すっごいオーディションの映像可愛かったって書いてあって、加えて私その日勝負服だったから、あの、道家さんの過去の 私服衣装を着てオーディションに参加してたわけ。はい、だその衣装も気づいてくださったらしくて、衣装もね、あの、うれし、なんか嬉しかった、うん、ありがとうねって書いてあっても、うんうん、一気にね、黒歴史がね、はい、美しい思い出に変わった。いや、すごいですね。まず、うん、いきなり連絡が来るのは。そう。びっくりです。そう。 まさか何でもない日に、道毛さんからそんな LINE が来ると思ってなくて、うん、本当に嬉しくって、ね、加えて私が恥ずかしいなと思っていたことに対して、うん、よかったよって声をかけてくださって、うん、もう、やっぱり、女神様なんだなって。すごいね。そうだよね。今まで。てか、もうそれで、嫌な思い出になっちゃったけど、うん。そうそうそう。そうこらって変わったんねそ。そう。素敵な思い出に。そう。 なんかやっぱ本当にね、魔法使いだなって思うんですけど。魔法使い。やっぱ、まあね、でも恥ずかしいことに変わりはないんだけど、でもこれを見て、みちげさんが面白いなって思ってくださったのなら、それはそれで何よりだなって思ったし、ああいう恥ずかしいダンスをしなければ、みちげさんから LINE が来なかったと思ったら、わからないけどね。そうそうそう。だけど、来なかったのかと思ったら、やっぱ、あ、過去の自分、よくやったって思った。 そうですね。ね。今、カントリーいなかったかもしれないしね。そうですよ。ね。だって、そのオーディションを受けようとしたのも、こう、道下さんの影響があったからじゃないですか。せやせや。それが全てや。そう、だから、なんか、そう考えると、そうですね。なんかもう、また、こうやって何年後かに映像を通して、また、こう、LINE、そう作るって考えると、すごい、神秘的ですね。ね。不思議なことがね、世の中にはあるもんですからね。最近は、リサちゃんがね、もう、なんか嬉しいですね。 そうだ、だからごめんね、ごめんね。ちょっと今回は久しぶりに不定期のコーナーにドドドンと入ってしまった回なんですけれども。<laughs> いえいえ、もうこちらも幸せな気持ちになりましたので。ほんとね、マイちゃんがいい子でよかった。はい、いや、全然全然。